にはです、本日も頑張ってまいりましょう。現在肉体的にも精神的にもボロボロの状態ですね。まもなく8時になります。コメントいただきました、テンバットさん。これ九州はもう基本的には台風が来る前提で、まあハウスから何から作られてますもんね。っていう意味で比較的被害が少ないってことですよね。宮崎行った時も育苗の多分ハウスじゃないですけど、ちっちゃい、ほんと背の高い、あ、背の低い、こうなんかパイプでアーチになってるやつとかあって、あと雨か。宮崎とかもすごいですもんね。もうなんていうんですか、山、海みたいな、本当に傾斜がすごい、なんだろう、バスとかで移動した時に山移動してたのが急に海、海みたいな感じで、やっぱ群馬って海がないんで、あれはびっくりしましたね。うん、だから洪水とか強風対策がもう万全ってことですよね。万全というか当たり前のところで作られてるんで、被害が少ないのかなと思いますね。だから逆にそういう被害がないところが急に、まあ、今回のような、あの、大雨とか。で、もう、まあ、今回堤防が決壊しちゃったんでしたっけ。だからまあ、想定外でありますけど、まあ、大災害になってしまうというところですよね。これはひどすぎますからね、一番最後の100メーター×50メーターのハウスが基礎ごと持ち上がって、二つ折りになっていたと。うん、まあ、それはもう、信じがたい。映像でしょうね。ああ、なるほどね。とそれと今日あれですね、相場の話が多いですね。 SBT0333 先住に出してるんだ。大田市場でも A 品が3000円、今こっちが2500-2600円でしたね。13日か14日ですね。 C 品が1400円ぐらい。はい、まあ出せるだけ出せ、まあそうですね、うん、頑張ってます今。はい、カラスさん、はい、もっと早くこれ聞けばよかったですね。サフライバーってあのあれですよね、種の、あ、サフオイル、あ、これはで読むとなんか点滴にもないし抵抗性もつきにくいと。だからガンガンにやればいいんですよね。まあ、今後はまあ点滴も意識せずにやっちゃおうかなと思うんで、まあ、ただこれは混ぜてもいいですね。ちょっとこれは農協に頼んでみます。はい、 VF 小林さん2ついただきましたね、ありがとうございます。アスパラありがとうございます。ミョウガみたいね、これすごいですね。バーナーで焼いてアラヌカ堆肥マルチ、これもうバッとこうかぶせちゃう感じですね。マルチを敷くわけじゃないですよね、かぶせておけば。で通路も管理機とカゴローラーでザラッと除草して、でハウスにだから虫がつくっていうか、まあ虫よけ、あのソルゴみたいなイメージですかね。150センチになっちゃうんですもんね。なるほどね、やり方次第ってことですね。トータルで薬散量が減りましたと。ああ、すごいですよね。5ターンやってるんですよね。ハウスの周り囲っちゃえばいいわけですよね。私なんかそうすれば2ターンぐらいになりますからね。いや、これはちょっと興味、ちょっとこの件に関しては、ちょっとキュウリ夫人さんも、路地ですから、はい、意見を。あ、キュウリ夫人さんはハウスですよね。うん。ハウスとか、VF 小林さんは路地でやるんだったら花の方がいいと。なるほどね。あ、これは、見てみたいですね。見てみたい。うん。あ、非常に興味ありますね。50センチか、ちょっと、そうかな、なるほど。ゆきおさん、ゆきおさん、車のことお詳しいですね。どうも、どうやらアクティ好きらしいですね。私、あの、アクティは、あ、収納したときちょっと乗らせてもらったかな。で、ちょっと気になったのが、フルタイム四駆なんですね。あ、フルタイム四駆は、どうなんでしょうか。もう私あの、なんで、切り替えの四駆しか最近乗ってないんで、で、普段は切り替えて肉で、2WD で乗ってますけど、なるほどね。板バネ4枚は、バネ4枚はないというところですけど、この、
ウルトラロー、ウルトラリバースギア。これ超ゆっくりってやつですよね。それとリアデフロック。で、溝付きのオフロードタイヤみたいな感じで、三種の神器らしいですね。なるほど。で、これ、リアアクセルの前にエンジンがあるので、トラクションがかかりますというところですね。それ確かに、あれはもうフロントですからね、フロントエンジンが。だから、ケツ振っちゃうっていうか、四駆にするとどうなんだろう、砂利を走ると。あ、空にだと、パン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 。そっか。なるほどね。重みが後ろにあるんで、ってことですね。13年でそっか、極端なちょい乗りだと、スカスカの爆音仕様になっちゃうんですね。あー、なるほど。思い切って、ホンダじゃなくて、あれホンダですよね、アクティって。別の会社に変えてみるっていうのはどうでしょうか。はい。特におすすめはないんですけど。はい。まあ、ゼットン君でしょうね、ダイハツ。まあ、いろいろあると思うんで。まあ、冗談です。はい。はい、お塩様。ぜひ、VF 小林さんの意見を取り入れてみてください。なかなかやっぱり、5ターンもやってる方ですと、もう違いますね。お塩様、ちょっと待ってください。最近あれですね、宮崎のお塩様、のりゆきさんが、コメントいただき、ちょっとですね、ちょっともう、VF 小林さんも、お塩様の域に入ってきましたよ。お塩様。何言ってるかわかんないですけどね。静電ノズルも、そう、カート式じゃなければ、まあ、10万以下で買えるんですよね。確かにそうかもしんないですね。カート式って、そう、小回りが効かないんで、それと、一言言ってきますけど、なんで使わなくなったかっていうと、本当にこう、葉っぱの裏とか見るじゃないですか、やった後に。全然ついてなかったんですよ。材が。だから、なんかもう信じられなくなって、やっぱ手でこう裏でやんないと、そこに静電ノズルだが、やっぱりそうだな、カート式じゃなくて、でもそれってあんまり意味ない、変わってはい、いやいや、そう、今日はちょっと立った状態でかがまずにやってみました。まあかがんだりもしましたけど、なるべくかがまないようにして、そうするともう疲労度は全然違いますからね。はい、C が2000円。まあ、そのうちなるかなってとこですね。はい。VF 小林さん、肌に。そう。これ見てて、思ったんですけど、これ、やっぱそうですよね。いや、これは参考になりました。何言ってるかわかんないですけど、肌にを防除するって時は、やっぱこの時期は、真っ昼間とかできないから、朝一で、やるんでしょうけど、だから、前日に結構な量まで収穫しちゃって、前々日とか。翌日に収穫がほとんどないような状態にして、収穫はせずに防除に専念するみたいなやり方ですね。なるほど、これは参考になったな。ちっちゃめなのをちょっと取っちゃえばいいんですもんね。あー、で次のよしって朝1、4時ぐらいから約3念入りにやればいいんですよね。あー、それこそ一流米タンクぐらいでバシャバシャ浴びせれば。なるほどね。で、転着剤、浸透移行性のあるものは、残光の、じゃ、浸透移行性のある転着剤っていうのはよくわかんないんですよね、僕実は。使ったことない。これはどういう、でも、薬剤が浸透移行性なかったら、移行しないですよね。転着剤だけが移行してもなんか意味あるんですかね。ここに、小林さんの話だと残光のある、なるほど、残光のあるやつだと染み込んでいく感じなんですかね。なんだろう、やっぱちょっとあれがもう最近気になっちゃいましたね。あ、でもあれか、サフラーのサフオイル、カラスさんの。またそれとこれは話は別か。ダニの、そう、ちょっとネット見たんですけど、やっぱ水攻めと気門閉塞、もうこれなんでしょうね、基本的には。薬剤は本当に抵抗性がつきやすいと。すごい繁殖力なんで、怖いですね。本当に。ダニなんて本当にいなくなってほしいですね。で、ストチューとかクンタンとかは、まあ寄ってこないけど、寄られちゃったらどうにもならんと。やっぱ薬品使うしかないんだなってとこですね。木柵は病害抵抗力は、抵抗は上げてくれますと。なるほどね。はい。クラハドールさん。はい。こ
これ悩ましいですね。ちょっと200円は安すぎますよ。うん。超最近その7月9月って高値ですからね。300円。最低でも300円。最低でも300円じゃないですか。私の感覚だと。400円だと、まあ、350円ぐらい契約でもらわないと割に合わない状況だと思いますね。うん。1キロ。300円は欲しいです。だから5キロで1500円。今の高値は異常だとしても、やっぱ1500円ぐらい欲しいですよ。まあ、今サンちゃんもこっちにありませんので、福島、あっちになってますけど、そっちの出具合にもよりますけどね、量が。ただ全国的にも品薄になる、まあ、今の異常気象だと、のことも考えると、やっぱ300円が妥当かどうかっていうと、あれなんですけど、うん、適正かどうかっていうとあれなんですけど、過去何年間かのその7月9月末の単価、キュウリの単価っていうのを出してみれば、過去5年10年、そこからいくらかっていうのを割り出したらいいんだと思うんですけど、それで200円だったら驚きですけどね。ここ数年で考えたらもっと400円とかいってる可能性ありますんで、皆さんどう思いますか。それが野菜の主さん、ああそうそうそう、静電ノズルですよね、カート式の。そう、先ほど言いましたけど、なんかその静電なんだ、使い方が悪かったんでしょうね。本当にこう回ってる、普通にあのオンオフで切り替えてやるじゃないですか。オンオフでなんも変わりがなかったんですよね。薬剤が減らせるっていうのはあるのかもしれないですね。なんかでも実感なかったな俺。はい、塚原さん、はい、マダラはただの薬害じゃないか、塚原さんから。はい、日中、これは昨日の動画も、私はもう日中の暑い時間に薬散するっていうイメージがもう塚原さんに入っちゃってますね。昨日はですね、4時半からやってます、午後の。だから薬害はまず起きないかなと。今日も起きてなかったですね。起きるとすれば乾かなくて、なんか身がブツブツしちゃうんですけど、それもなかったんで、はい、薬剤は大丈夫です。そう、これ、小林さんと一緒なんですよね。諦めて B 品で次の日出荷するぐらいのことをやって、朝一からやった方がいいと。そう、これと同じこと小林さんは、まあ、前日にも小さいところまで切っちゃって、4時から薬膳に集中するっていうような。そう、塚原さんのこの Facebook もですね、皆さんに見ていただきたい。はい、塚原さんもお師匠様の域に入ってきましたんで、YouTube に、まあ、都合があって YouTube の方に書けないんだと思うんですけど、Facebook でシャタファーム、ローマ字で、シャタファームって検索していただくと、私の、Facebook 出てきますんで、でもそれ見てもわかんないか。もう塚原さんの Facebook 見てもらうのがいいのか。はい、気をつけます。はい。それからもう一つ、二ついただきまして、スズランゴと、こう、あ、そういうことか。ひまわりご投稿っていうのが、これ丸いやつですよね。あれ、これ小林さんからも教わりましたよね。先ほどコメントで。スズランっていうのはずーっとこう、棒のやつで、ご投稿で。こういうご投稿。これだと、これ大変だな。で、塚原さん、スズランで、45度に保ちながら上下するとか、確かに。綺麗に管理されたキュウリの状態だったら、15分も喋ってるんですか？なるんですけど、はい。なかなか、ツルがあっちこっちぶっ倒れたりなんか下の方がごちゃごちゃしてたら、まず無理ですからね。まずそっちですね。管理をちゃんとやれってことですね。今ちょっと、管理ができてないんですよね。そうか。で、このハダニの生態とかすごくお詳しい塚原さん、もう防虫ネットは全く効果がありませんと。その移動は1ヶ月続くと。豪雨から高温でハダニは水路付近から草むらから逃げるようにして夜間空中大移動。ハダニに関しては、なるほどね。ありがとうございます。そう読んだんですけど、はい。ということで、今日も頑張ってまいりましょう。はい、もう8時過ぎてますね。
最初はピヨピヨじゃんけんチョキチャ。